リテラシー入門2の2回目の授業の内容です。少し声が小さいかもしれません。音声を大きくしてお聞きください。今回はこちら Adobe Photoshop Mix というアプリの使い方を少し紹介します。要は写真の合成ができるようなアプリの、まあ、代表的なものになります。これをするための素材を見つけるのに少し苦労しまして、今回は大変恐縮ですが私の写真です。こちら、合成していくときにまずこの左のような写真を右のような写真に作り替えます。背景を切り抜くという作業ですね。まずは今回これをやってもらいます。そしてその上でこちら他の画像と組み合わせてもらって、まあ、合成写真を作ってみるという感じです。今回は私の方ではこの飛行機と空という、まあ、よくわからない、写真をですね、組み合わせたものを使うんですけれども、これは今回皆さんそれぞれで探してもらって、まあ、フリー素材でですねいいのを見つけてもらって、で何でもいいです、合成してもらえればと思います。ではそれにあたっていくつか役に立つだろう素材あるいは映像をですね探してみましょう。画面を切り替えます。こちら、はい、まあ、まずはですね Photoshop Mix ダウンロードしてほしいんですけれども、まあ、ダウンロードが終わったらチュートリアルを探してみましょう。こういうふうに検索すると、まあ、いろいろ出てきます。で、出てくるチュートリアルの中で困難を今回参考にしてみたいと思います。少しだけ映像を流します。ちょっと待ってください。はい、音声少し大きくなります。この今の映像では途中からパソコンのアプリに切り替えて操作をするというやり方を紹介しています。今回はまあそのパソコンをやらないので、まあ、この辺までにしておきましょう。ちなみに完成作品としてこのやつの場合こうなんです。ちょっと見にくいかもしれませんが、こういうですね、クジラの上にこの子供が乗ったような写真を作って、まあ、印刷して子供にプレゼントしたというような、なんていうか、まあ、イメージムービーになっています。まあ、こんなことができるというのが、Adobe のチュートリアルでも紹介されてますので、まあ、こういうのも探して参考にするといいでしょう。じゃあ、今回はどういうふうにやるかということなんですけれども、こちらご覧ください。なんや、これですね。はい、今回は、はい、こんなんを私の方でやってみましたので、見てみましょう。その映像をまた流したいと思います。こちらです。私はタブレットで、
アプリを落としました。でそのアプリを開くと、画像を選びますというふうになるので、今回、指定したこの私のなんか馬に乗っている写真を選んでください。でこのスマートというところですね。を選んで、追加というボタンを押すと、その切り抜く対象をこのように選んでいけます。まあ、スマホでやる場合、画面がちっちゃいので、範囲を選んでいくのはちょっと大変かもしれませんが、まあ、一旦お馬さんと人間の部分を、まあ、ちょっとタップして選択してもらえればと思います。こういうふうにアップして選択するのがコツです。これを各自のスマホで、あるいはタブレット等でやってほしい。で、こういう細かいところの調整にちょっと時間をかける必要があります。まあ、そんなに今回丁寧に作り込んでも仕方ないんですけれども、例えばいらない部分っていうのをこう削除で、減算で削っていく。で、いる部分はまた追加を押して追加で選ぶと。こういう追加と減算の繰り返しになります。まあ、こんなんなれるとですね、切り抜き作業非常に楽になるので、よかったら今回練習してやれるようになってください。こういうふうにこう、切り抜きすぎたり、元に戻ったりということが、まあ、繰り返されると思います。で、まあ、微調整を繰り返すという感じです。まあ、こんな感じでこう馬と人間、まあ、要するに使いたい被写体以外の部分を削っていくという作業を、まあ、丹念にやってみましょう。まあ、5、6分やりゃ、まあ、大体見れるものをやると思うので、まあ、そこら辺で OK です。まあ、この境界線あたりをもっとスムーズにやる機能も本当はありますが、まあそこまで今回はなくて結構です。まあ、人間と馬が入っていればいいと。まあ、ちなみにこの写真ですね、著作権に引っかからないようにと思って、まあ、私が自分で撮ってきたものです。まあ、大体こういうふうにできたら保存、カメラロールに保存などして一旦終了と。はい、ここまでがまず前半ですね。こうやって切り抜き作業が終わったら今度合成作業に入ります。じゃあ皆さんそれぞれ、まあ、雲なり飛行機なりあれ何でもいいです、写真を探してきてください。でそれをスマホに保存してでそれを選ぶとするとこういうふうに画像が重なります。画像の順番を変える必要があるので下にしたい画像はアプリのこの、画面上を下にする。これで、上下が変わります。あとは、まあ、タップを押したりですね、2本の指でタップしたりしてこう移動させたり拡大縮小したり回転させたりしましょう。でどんどん、まあ、新しい画像を貼っていきます。空と何や空と、飛行機みたいになってますがこの辺は皆さんそれぞれで結構です。はい、切り抜きをやることで、まあ程よい横長画像にできると思うのでこういうふうにやってみてください。ね、まあ、この辺の画像のレイアウトも各自の自由です。まあ、この辺でいいかなというバランスができたら保存してあげてください。すると、まあ保存された写真の一覧にこういう写真ができてくるという感じですね。はい、ここまでです。いかがでしたでしょうか。まあ、同じような写真じゃなくても結構ですので、まあ、面白いと思う写真を作ってみて、もらえたらと思います。これを1枚アップすれば OK です。まあ、いろいろできたという人は2枚3枚とアップしてもらっても結構ですけれども、まあ、こういったことをやってもらって提出するというふうにお願いしたいと思います。はい、そういったわけで、はい、こんなふうに切り抜きを行って合成を行うという作業をやってもらうという回でした。今回の内容は以上となります。本日中の提出ということでよろしくお願いします。では映像終了します。